原爆10日からまもなく78年、原爆の日を前に広島テレビは読売新聞と広島大学平和センターと共同で被爆者を対象にアンケートを実施しました。宮脇さんが解説します。はい、そのアンケートというのは5月に開かれた G7 広島サミットについてです。被爆地に核保有国の首脳が集った今回のサミット、しかし被爆者の評価には厳しいものがありました。こちらです。 まずそのアンケートの中身に関して、広島・長崎の被爆者100人を対象に電話と対面で行いました。その主な質問項目がこちらです。まず1つ目、サミット開催で核廃絶が近づいたか。そして2つ目、首脳声明をどう感じたか。そして3つ目、日本がアメリカの核の傘に入っていることをどう思うかといった内容です。それでは順番に見ていきます。 まず1つ目、被爆地、広島で開催されたことによって核廃絶が近づいたかどうか、その答え、15%が近づいた、一方で近づいていないというのは4分の3近く74、74%、どちらでもないというのが11%ということになっています。 核保有国を含む首脳らが被爆の実相を知ったからその一方で近づいていない理由として首脳声明が核抑止前提で核廃絶への道筋が示されなかったというのが馬場さん被爆者の皆さんの声と答えということになっています。はい 確かに核保有国の首脳の皆さんが揃って原爆資料館を訪問したりですとかあとは慰霊碑に献花する様子というのはとても印象深かったしあの本当にあの前進一歩前進というふうにも感じたんですけれどただ核廃絶については何か今までと変わりない前進した話し合いはなかったように思いましたね。うん、そそれれがこのののの数字ににも表てていいいるのかなといった感じですえその核兵器についての各国は 共同文書広島ビジョンに合意しています被爆地を訪れ、被爆者の声を聞き、被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れた G7 首脳が、このような声明を発出することに、歴史的な意義を感じます。 その岸田総理が示した広島ビジョン、具体的な内容としては、核兵器のない世界を究極の目標とする一方で、核兵器があることによって戦争を防ぐ、核抑止を肯定しているという内容になっています。その広島ビジョンを評価するかどうか。評価するのが11%に対して評価できないが62%に上っているという状況です。 そして日本がアメリカの核の傘に入っていることについて被爆者の皆さん、どう考えているのか唯一の被爆国として理解できず外れるべきが43%そして日本の防衛のためには理解できるが23%核の傘は仕方ないが絶対に使わせてはいけないという答えが23%。 森さんこの辺りは多少こう現実を見ての答えにもなっているのかなという答えですねただこれ、対象が被爆者の方への対象のアンケートでその現実的に理解できるか23%、これ、おそらく今の世の中、あの今の世界情勢ですね、ロシアですとか北朝鮮ですとか、やはり核の脅威が高まっている中で、やはりこの数字もちょっと上がっているのかなという印象はありますすそうですねそして、被爆地で初めて開かれた今回のサミットに関して。 被爆地からの発信力が高まっているかどうか、非常に大きなポイントだというふうに思います。こちら、その答えとしては、被爆地からの発信力について、低下していないが23、二十三パーセントとする。一方で、低下しているは、その四分の三以上、七十六点。八パーセントの方が低下していると感じると答えています。 え、まもなく g7 サミットを終えて初めてとなる原爆の日を迎えます。そして、今年の平和宣言で、松井市長は核抑止論は破綻していることを直視するように訴えることにしています。